エースで4番、野球少年たちが一度は夢見て憧れる、その打って大谷翔平がいよいよこのオールスター二刀流デビューへ、まずはピッチャーとしてマウンドに上がりました。大歓声で迎えられましたね。そしてブランコですからね。さあそしてですね、ブランコとの勝負、初球いきました。152キロのストレート、これオールスターに今回出場している選手の前半戦で出した最速の球速ですが、並みいるピッチャーを抑えて157キロ大谷翔平、これが最速です。2球目151キロです。まあ、なんて言いましても工藤さん、去年は高校野球、高校3年生岩手大会で160キロをマークしたピッチャーですからね、はい、だからね、彼にはね、ピッチャーで投げるときは、はい、スピードにこだわってほしいなっていうのがね、うん、唯一160キロを超える球を投げれる素材ですからね、はい、ストレート155キロです。ブランコを力でねじ伏せてセカンドゴロ、ワンアウトです。基本を磨けばパフォーマンスは変わる、スカイアクティブテクノロジーの松田と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。基本を磨けばパフォーマンスは変わる、スカイアクティブテクノロジーの松田、大和ハウス、日立建機と、ご覧のスポンサーがお送りします。 DeNA 中村典弘を迎えまして、初球155キロのストレートでした。どよめいた札幌ドームです。去年は第1戦斉藤由紀からホームランを打ちました。 MVP を取りました。157キロが出たうわ、今スコアボード157キロが表示されまして、拍手が起こりました。プロ入って最速タイ記録、はい、去年は160キロをマークしました。さあ出しちゃえ。156キロです。決めに行きました。あ、同じルーキー藤浪晋太郎もこの大谷のピッチングを食い入るように見つめています。早いですね。ストレートカットしました。153キロです。ストレートにこだわって、どこまでその翔平のストレートが出せるのか、はい、栗山監督が期待したいという話をしていました、はい、そうですね、こだわりの投球です。まだまだこれから筋力作っていけば伸びると思うんですよね、はい、ストレート三振、152キロです。中村典弘空振り三振、ツーアウトになりました。古田さん、157キロもありましたが、ストレートはすべて150キロオーバーですね。素晴らしいですね。やはり、まあ、体も大きいんですけどね、はい、非常に投げ方もね、綺麗な投げ方しますしね、はい、この後先輩継投になりますが、ブルペンが移りました。菊池雄星が拍手をしました。ツーアウトです。長野を迎えます。今のが155キロです。155キロが出てもどよめらかなくなるっていうね。そうですね、もう普通になってきましたね。すごいレベルになってきました、バットの先です。156キロのストレート、前に出てきて落ちました。ライトが前へ、そしてセカンド持っていきましたが、その間に落ちました。ツーアウトランナー一塁。さあランナーを置いて8番広島の丸との勝負です。こちらはセリーグ先発前田健太、2回を投げて1失点。セントラルリーグのベンチは最年長の谷繁が本当に、まあ、こう中心に座りまして、あ、これ42歳の2人ですね。もうね、この2人は同級生ですからね、はい、長いことやってますからね、もうベンチの後ろは監督とコーチしかいない、他の選手たちはなかなかこう近寄れないというムードになっています。近いところにみんな寄れない8番の丸との勝負、さあ見ていきましょう。ストレートを打ち返しました。152キロ、ツーアウトランナー二塁一塁。さあセントラルリーグが同点逆転のチャンスを迎えました。ピンチになってもこれ工藤さん、それでも
まあ、キャッチャー鶴岡に変わってますが、日本ハムバッテリーは大谷のストレートにこだわっていくんでしょうかね。どうでしょうかね。楽しみなんですが、オールスターなんでね、本当自分の 100% のね、どのぐらい出るんだろうと実際にね、思いっきり投げてみたらっていうのは試してほしいんですよ、ね。はい、まあでもバッターはまあストレート来るって分かったらね、やっぱり160キロでも的に当てるっていうことはできますからね、はい。広島の広瀬がバッターボックスです。初球打ちです。154キロのストレートです。全球ストレートでここまで来ました。パリーグが大谷、鶴岡、日本ハムバッテリーに変わっています。ただ大谷君のねスライダーとかもすごいスライダー投げますからね、工藤さんね、投げますね。逆にちょっと見てみたいですね。見てみたいですね。確かに12球すべて真っ赤、 100% ストレート、しかも全部150キロを超えています。すごい。またストレートです。打ち上げました。152キロ、サードフライ。オールスター二刀流デビューへ、まずはピッチャーとしてマウンドに上がりました。ランナー2人は出しましたが0点に抑えました。最後はソフトバンク松田と帽子を取って握手をしました。